皆さんこんにちは、グラビアアイドルの星野瑞希です。はい、今回はゲストのラブちゃんを呼んでます。ラブちゃんです。ラブちゃん、さっきラブちゃんと水浴びしたのでちょっとぼーっとしてますが、今日は以前からの桃色インコについての質問が多かったので、今回は桃色インコについて紹介していきたいと思います。インコに興味がない方でもこの動画を見てインコに興味を持ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではスタート。水黄色、ラブちゃんを飼って2年くらいになります。この2年一緒にラブちゃんと生活して、私が感じたこととか思ったことを、これから桃色インコを飼いますって方にも伝わってくれたら嬉しいなって思います。そんな桃色インコのことをこの星に表してみました。じゃん。桃色インコはオウム目のオウム科です。ラブちゃんの場合なんですけど、まあ生態にも個性がたくさんあるので、ラブちゃんは結構わんぱくで、そうだな、まあ元気ですね。今はちょっとじーっとしてるんですけど、動画が回ってないところとかだと結構わんぱくなところがあります。はい、飼いやすさは星3つ半です。初めてインコを飼いたいなって思ってる方は、私は赤線インコとか小桜インコをおすすめします。やっぱり桃色インコって体調とかすごい大きいんですよね。桃色インコと赤線インコだとやっぱり体が二回り違うので、あと重さも全然違います。なので初めて飼いたいなって検討してる方はもう少し小型のインコおすすめします。はい、でもやっぱり桃色インコはスキンシップがすごい好きなので人によくなれます。はい、とおしゃべりなんですけど、ラブちゃんはおしゃべりがすごく上手です。結構私最初飼う前まではおしゃべりあんまりできないんだろうなって思ってたんですけど、やっぱ2年間会話してるとね、すごい会話をしてくれるようになりました。最近だとどうしたのって話しかけてくれますね。そう、まあおしゃべりも結構得意な方なので星4つです。スキンシップは星5つ。桃色インコは人懐っこくてスキンシップが大好きなので人によくなれると思います。初めてラブちゃんをお迎えした時もやっぱり最初お迎えする時は結構懐いてくれたし、やっぱりその私は鳥カフェで桃色インコを購入したんですけど、すごい飛んできてくれて、まあ、可愛いなって思いますね、やっぱり。はい、鳴き声は星3つ半です。まあ、小さい小型インコと比べるとこの桃色インコはオウム科なので結構大きいですね。私の場合はアクリルケースを買って、まあ、防音対策をしてます。マンションとか集合住宅に住んでる方はそういうケアもしないといけないので、鳴き声は星3つ半にしました。はい、続きまして体臭です。このインコの体臭って皆さんインコ臭って聞いたことありますか？このインコの匂いってすごいいい匂いなんですよ。なので星6つにしました。桃色インコの体臭はそうだな、小麦粉の匂いがしますね。なんかパンケーキの匂いとも言います。なんかまあここの肩に乗っけてる時もすごいいい匂いなんですけど、
のパンケーキ出来上がった時の匂いがプンプンしてくるのですごくいい匂いです。はい、多分私が思うのはインコって木の実とかナッツを食べるじゃないですか。なのでその匂いが大衆に出てきてるんじゃないかなって思います。はい、続きまして歯糞量です。と歯糞は、インコがブルブルってするときに体から出てくる粉なんですけど、この粉がいっぱい出てきた方が健康って言われてるみたいです。のラブちゃんはすごいやっぱり歯糞が多い方ですね。なのでやっぱりアクリルケースに粉がついたり、あのゲージに粉がついたりするときは結構真っ白になっちゃいます。なので週に2回は拭いてあげるようにしてます。はい、続きまして食べ物の好き嫌い星4つです。この食べ物の好き嫌いは結構顔に出ますね。ラブちゃんの場合は脂肪分が多い食べ物がすごい好きです。例えばアーモンドとかひまわりの種とか、まあ本当はペレットを食べるのが一番いいんですけど、あんまり好んで食べてくれないです。なのでちょっと肥満になりやすい体質ですね。なので桃色インコは太りやすい体質なので、餌をあげるときには肥満に注意しながらあげてみましょう。はい、性格はわんぱく、顔に出やすいですインコって結構何でも一緒の顔してるって言われることが多いんですけど、実は意外とインコにもいろんな顔があります。なのでちょっと研究してみてください。ラブちゃんのお家を紹介していきたいと思います。ラブちゃんはアクリルケースの中に入っています。このアクリルケースは防音とか歯粉の飛び散りだとか、冬はヒーターをつけるために保温もしてくれる効果があります。はい、ラブちゃんのお気に入りの場所はここですいつも片足上げておねだりしてます。出してってはい、ラブちゃんの小屋は結構しっかりしてます。フォームなので小屋をかじってゲージを壊すこともあるので、比較的にしっかりぴったり止まるようにしてます。ラブちゃんのおもちゃです。かじるのが大好きなんですけど、結構木とかすぐ壊れるものを入れるとすぐに1日も経たないうちに壊してしまうので、ちょっと丈夫なおもちゃを入れてます。ラブちゃんはナッツが大好きです。一番好きなナッツはアーモンドです。と実際にアーモンドあげたいと思います。ラブ、アーモンド食べる？手で食べてます。器用に手を使ってアーモンドを食べてます。桃色インコはグルメなので、あんまり美味しくない食べ物だとペッて下に落としちゃいますでもアーモンドとかカシューナッツとかクルミとかは大好きですね。あげるときは食塩とか植物油、不使用の素入りのミックスナッツをあげるようにしてます。オウムの中のヨウムっていう種類のインコがいるんですけど、そのヨウムはなんと3歳児の知能を持ってるそうです。インコの知能とか発達とかすごい気になりますよね。あれ、食べ終わったの？はい、食べ終わったみたいです。ごちそうさまでした。
しもし。もしもし。もしもし。ラブちゃん。落ち着いてます。ふわふわなお腹。ふわふわ。ふわふわ。興味津々ですね。というわけで、桃色インコの紹介でした。これで少しでも桃色インコのことを皆さんにお伝えできたらいいなと思ってます。桃色インコはオウムカです。この動画がいいなと思ったら、評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。